はい、どうもマロッチです。よろしくお願いします。決戦イワンコフのイベントが実装されました。はい、さっきねマスターやってみたんですけど、ちょっと無理っぽかったんで諦めました。ちょっとパーティー編成変えました。さっきはゾロパだったんですけど、あのアシュラゾロ、今回はちょっとローネ行ってみたいと思います。このパーティーで、はい、行きたいと思います。あのね、向こうが瀕死になったら肉食って回復するんですよ、イワンコフが。それでね、ちょっと削りきれなくて、どうやって削るのか全く分かんなくて、ちょっと攻撃力重視のパーティーにしてみました。まあこれでね、どうなるか分かんないんですけど、まあやってみようと思います。いや地味にね、まあ、ついさっきなんですけどローを初めて使ったんですよ。すっごく合わせにくいんですよね、ローのあのチェーンっていうの。よし、いやここなんでね、ここでダメージ食らってでも何かを貯めてった方がいいのかがわからないんですよ。まあ貯めていかないけどね俺は。よし、とりあえずボス、いやいいよねイワンコフね、いいキャラしてるよね。目標はね、ニコンテニューぐらいでいきたいなと思います。いけたらいいなと思ってます。ニコンテニュー厳しいかな。まずは一コンって夢でしょ。てかね、まあ、まだその攻略情報出回ってないんですけど、イワンコフのこのステージ余裕っていう人が多いんだよね。俺が下手なだけか？全然難しいんだけど俺は。な、これニコンテニューじゃ無理だわ。回復したのに。いやきついな。次は負けねえ。これで何ぼ ?3 回3コンティニュー ?3 コンティニュー、もう分かんないわ。とりあえず頑張るわ。マジで。早送りに行くか。行くわ。
これさ、これで回復されちゃうのさ。あれだろうね、瀕死になった時にもう一気に片付けるぐらいのことしないとダメなんだろうね。全然勝てる気しないね。いやー、防御力2倍か、これ2倍だっけ何倍だっけ分かんないけど、ね、どうしよっかな。あ、レンになっちゃってるよ。肉スロットだったらな肉スロットだったらよかったのに。ちょっと待って、このターンでもう切りつけるぐらいでいこうか。肉にさえなってくれれば。おっ、オッケーオッケーオッケー、技になった。技になると思ってなかったんだ。パーフェクトね、絶対パーフェクト、ミスらずパーフェクトで。やっと終わったよ、めっちゃ強かったぜねえ、何これ、余裕でクリアできる人すげえな。どのパーティーでやってんだろう。全然いける気しないもん。はい、ありがとう。なんかいろいろ細かく書いてんな。属性力技速のキャラ順グッド以上の攻撃めんどくせ、よくわかんねえわ。はい、とりあえず、なんとかちょ、何コンティニューした、俺 3?3 かな。うん、難しかったっす。はい、難しい。うん、よし、そんじゃ今回はここで終わろうかなと思います。そんじゃあります、バイバイ。